脚本北川恵理子、主演中山美穂、豊川悦司。この春話題の日曜劇場ラブストーリー。この2年全く書けなくなってしまった恋愛小説家永瀬浩、そして担当編集者須藤美咲。彼女が世間離れした浩の自宅を訪ねるところからこのドラマは始まります。人が一生懸命生きてるのが素敵に見えちゃうラブストーリーになると思います。クラブの暗い階段でキスしたじゃないですか。キス、キス、こんな感じ。春のドラマは久しぶりで、軽やかに演じたいと思ってます。現場はすごい。共演は香取慎吾、優香、加藤春彦、畑野博子などなど、とても豪華な顔ぶれ。最初はすごく難しい本だなっていうのがあって、これどういうふうにこう具体的にね、芝居したらいいのかなってすごく迷ってる部分があったんですけど、ハイエナみたいに人の才能にたかって生きててわびしくないか。そんなことばっかり言ってるから人生生きるに値しないんじゃないですか。何、自分のことはどう言っても勝手ですけど、人のことを侮辱するのはやめてください。ちょっとだけ明日っていう日を夢見れちゃうような、そんな人たちいっぱい出てるんで、ぜひ見てください。よろしく、よろしくお願いします。ずっと温めておいたとっておきのラブストーリー、この後すぐです。